こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。2019年1月に防衛省つまり日本国がアメリカ軍や自衛隊の使用する拠点として馬毛島という小島を購入する計画だというニュースが報じられた。この馬毛島という島がどこにあるのかを知っているという方は少ないと思われるが、鹿児島県の西に位置する種子島からさらに 12km ほど離れた海上に位置する島だ。馬毛島は太平洋戦争以前には漁業の拠点として使われ泊まっていたが、戦後には入植者も増加し、一時期は学校が置かれるほどの世帯人口まで達したという。しかし、その後、島の総面積の 99% 以上を開発会社が買い取り、レジャー用の開発が進められる計画が打ち出され、1980年には、無人島化するという経緯をたどった。この計画自体は、堀からの景気の悪化で中座することとなったが、国の施設と市の再利用先の候補地として、たびたび取り沙汰される島となった。例えば、石油の備蓄基地や核廃棄物の処理施設、また、防衛拠点としてのレーダー基地の候補地に取り上げられることになったものの、いずれも実現せぬまま今日に至っている。1995年からは、馬毛島の所有者である会社は東京に本社を置く建設会社の子会社となっており、この会社によって島の中心部に滑走路が作られ、その後も国への売却がささやかれた。そんな馬毛島がにわかに注目を集めたのは2011年のことで、この年の日米の合意文書中に現在硫黄島で行われている航空母艦艦載機の離着陸訓練の移転先として明記されたことによる。これには現在進行形である在日アメリカ軍の再編成が大きく影響しており、航空母艦艦載機の所属先が神奈川県の厚木基地から山口県の岩国基地に変更されたことが始まりだ。2006年の再編成計画に伴い、先の通り、これまで小笠原諸島の硫黄島で実施されてきた航空母艦艦載機の離着陸訓練の新たな訓練場所として馬毛島は急浮上することになった。これが2011年の日米の合意文書で明記された後、一旦沈静化していたが、アメリカでトランプが政権の座についたことで事態は一気に現実味を帯びる状況を呈した。2019年1月の報道では、馬毛島の買収価格は約16.0億円だと報じられたが、2017年に防衛省が算定した価格は実にその 30% にも満たない約45億円でしかなかった。それを鑑みれば約160億円という価格は非常な高額と映ったが、所有している会社の負債はすでに200億円を超えており、160億円でも大幅に不足という状態だった。こうしたことから、所有会社は内紛を招き、2019年1月には一度大筋で合意したと報じられた買収交渉は再度難航し、予定の2019年度内での契約には至らなかった。価格をめぐるごたごたがどのような政治的決着を見るのかは不透明だが、現実的には日米両政府で一度一致を見た馬毛島案が白紙撤回という線は考えにくいだろう。日本政府としては算定の3倍以上となる価格を提示したこともあり、これ以上の増額はとても承知できず、また所有会社も政府以外の購入先など見つけられないと思われる。馬毛島の売買契約成立までには当初よりも時間を要しそうだが、地理的条件だけを考えた場合、日米両政府にとって
これ以上の好立地はそうはないだろう。ことに、これまでの厚木基地から硫黄島まではおよそ1200キロもの距離があったことと比較すれば、岩国基地から馬毛島までの約400キロという立地のメリットは相当に大きい。時間的な問題は言うに及ばず、この3分の1という距離の近さは、航空母艦艦載機の搭乗員の負荷の軽減や、使用する燃料の節約にも効果を発揮するからだ。加えて、基地周辺に居住者のいる立地と違い、運用上の高い安全性の面からも理想的な立地だと考えられる。地元からこうした軍事利用を危惧する声もある一方で、在日アメリカ軍だけでなく日本にとっても沖縄の基地負担を緩和するという面への貢献も期待できそうだ。また海上自衛隊が航空母艦化することを明らかにした護衛艦いずも加賀の改修後には、その艦載機となる F-35B ステルス戦闘機の離発着訓練への使用も可能だろう。加えて重要性を増してきている南西諸島の島嶼防衛にも、上陸訓練での使用や有事の際の拠点として活用することも視野に入ってくると考えられる。 F-35B ステルス戦闘機ということで言えば、再びアメリカ軍の方でも長崎県の佐世保を母港とする強襲揚陸艦ワスプの訓練にも距離的に最適だと言えそうだ。大型の原子力航空母艦と小回りの利く強襲揚陸艦との併用を進めるアメリカ軍にとっても、こうした訓練場所の選択肢が増えることは望ましく感じているだろう。一旦は2019年5月には所有会社側からの交渉打ち切りが伝えられた馬毛島だが、今後の続報に留意したい注目の島である。